神話農家ローズガーデンでは色とりどりのバラが見ごろです。今年はさまざまな種類のバラが一斉に咲いているのが特徴ということで、今まさにバラ園全体が花に包まれています。祭り期間後半もたくさんのイベントが予定されていますので、皆さんも足を運んでみてはいかがでしょうか。今週の伊賀チャンネルはご覧の内容でお送りします。美味しいです。美味しいです。皆さんこんにちは。私たちは伊那市の学校の栄養士です。皆さんは伊那市の学校の給食室でどんな仕事が行われているかご存知ですか？今日は皆さんに学校給食の様子が少しでも分かってもらえるように給食室の中の様子をご紹介いたします。伊那市内の学校では学級の活動で栽培した野菜を給食に取り入れるなど、子どもたちと給食室との関わりも大切にしています。例えば伊那小学校では去年3年生が育てたジャガイモを給食に使いました。皮むきや芽の処理まで子どもたちにしてもらい、給食室まで届けてもらいました。子どもからは自分たちが一生懸命育てたジャガイモを給食に使ってもらえて嬉しかった。すぐに食べてしまうのがなんだかもったいなくって一番最後に食べた、などと感想が寄せられました。また、美鈴小学校では子どもたちが給食で食べる野菜の下処理を行いました。先月27日、美鈴小学校2年生がその日の給食で使われるエンドウ豆のさやむきを行いました。子どもたちは普段口にするグリーンピースの一粒一粒はさやの中にどんな風に収まっていて、一つのさやに何粒ずつ入っているんだろう、など観察しながら作業をしていました。学校給食では地域の生産者の方々にもお世話になりながら、いろいろな種類の野菜を提供してもらっています。東部中学校ではその生産者の方のお手伝いをしてきました。美鈴の山岸さん夫婦の畑からは市内の小中学校へ様々な食材を提供していただいています。先月14日は東部中学校2年生が山岸さんに作業の手順などを教わりながら、ブロッコリーの苗植えやスイートコーンの種まきを体験しました。また山岸さんから農業や農家の仕事についての話も聞きました。2年生は去年も体験していることから、今回は手際よく作業が進んだそうです。もうね、なんか去年やったせいかね、今年はすごく手際よくて楽しそうにやってるからね、なんか農業もこういうふうに楽しくできればいいなって思っています。こういうふうにみんなで共同でやれば、一緒に仕事できていいんじゃないかなと思うけどね。だからいいことだと、どんどんやってほしいよ。子どもたちが育てた野菜を活用できるのは自校給食ならではです。では給食室ではどのような作業が行われているのでしょうか。今回は東部中学校の給食室の様子をご紹介します。北澤先生。はい、東部中学校の栄養教諭の北澤です。東部中学校では毎日970食くらいの給食を作っています。今日は1年9組、今の2年9組が学習していたアマランサスの水煮を使った松風焼きの献立になっています。給食では安心安全のためにさまざまな工夫をして給食を作っていますので、今日は給食室をご案内します。ここは下処理室で納入された野菜を洗浄していますが、毎日大量の野菜を使うので洗うだけでもとても大変です。虫や泥など異物が給食に混入するのを防ぐために水槽を変えながら3回は洗浄しているんですよ。届いた時に品質や品物の温度、洗
鮮度、産地、メーカー、消費期限などもチェックして記録をしています。そして食物アレルギーの生徒のための食材のチェックもしています。給食室ではエプロンを使って衛生管理の工夫もしています。調理員はそれぞれ違う色のエプロンを着ていますが、これは衛生的に作業をするためです。例えば扱う食材や担当している作業ごとにエプロンを使い分け、例えば野菜洗浄は緑色、肉や魚はピンク色というように決めています。給食では食材の温度管理も大切にしています。中までしっかり火が通っているか確認するために3箇所温度を測ります。すべて温度がきちんと上がっていたら記録用紙に記入し配食をします。温かいものは温かく、冷たいものは冷たくなるように仕上がり時間にも気を配って盛り付けるようにしています。このように私たちは栄養面、衛生面に注意しながら、子どもたちが毎日楽しみになるように、また将来の食生活の見本となるように努力しています。子どもたちが美味しく給食を食べられるように、さまざまな工夫がされているんですね。では実際に子どもたちがどんな様子で食べているのか見に行ってみましょう。給食のどんなところが好きですか？給食の、いつも違うメニューなところです。こんな美味しいものを食べさせてくれてありがたいなという気持ちです。すぐお腹空いちゃうのですごい楽しみな時間です。給食の先生とか頑張ってメニューとか考えてくれてるので感謝して食べたいと思います。子どもたちが地域で育てられたものが食べているとか、またただ買うだけではなくてどうやって育てられているかっていうことも感じながら育っていってもらえるといいなっていうふうに思っています。給食室では徹底された衛生管理のもと、安全で美味しい給食が作られています。地元の食材や生産者の思いも大切にしていましたね。最後に去年実施した食生活アンケートの結果をご紹介します。これは市内の小中学生を対象に行ったアンケートの結果です。朝ごはんを食べていると答えた子は小中学生とも9割前後ですが、その内容を見てみるとバランスの良い朝ごはんを食べている子は半数程度です。子どもたちが正しい食生活について学び、毎日バランスの良い朝ごはんを食べる子どもが増えるように、そして健康に成長していけるように、ご家庭の皆さんと一緒に取り組んでいければと思っています。今回は伊那市の学校給食がどのように出来上がっていくかをご紹介しましたが、いかがでしたか？子どもたちのために今後とも学校給食にご理解とご協力をよろしくお願いします。それでは皆さん、さようなら。高藤第四保育園ひよこ組です。ドロンコ大好きなお友達がいっぱいです。まだまだ続くよ。いいなチャンネル、わーい。5月31日伊那北保育園の建て替え工事が完成し、竣工式が行われ、建設業者や地域、市の関係者のほか、年長園児も出席し、完成を祝いました。伊那北保育園は、施設の老朽化や伊那市保育園整備計画に基づき、44年の歴史を歩んできた伊那東保育園が閉園となり、流東保育園と伊那北保育園に統合され、園舎の建て替えが進められてきました。新体制でスタートした伊那北保育園は、木造平屋建て、延べ床面積はおよそ1137平方メートル、総事業費はおよそ4億7500万円で、定員は120人です。子どもたちが
のびのびと遊ぶ広い園舎。この稲北保育園には子どもが元気に安全に生活できるようたくさんの工夫がされているんです。原さん、本当に出来たてほやほや、木がたくさん使われていて本当に綺麗な保育園ですが、特徴はどんなところでしょうか？はい、南側の園庭を囲むように建物をコの字型に配置しています。太陽の光を園舎全体で受け止められることや、園庭からは明るい廊下を通ってから保育室に入る構成なので、埃や冬の冷気が保育室に流れ込みにくくなっています。建物の中にはどんな特徴がありますか？はい、暖房施設にペレットボイラーを導入しています。環境負荷が小さく地元でも作れるエネルギー源として、これまでも積極的に採用しており、稲北保育園が5カ所目になります。また先月から工事が始まった東春近の保育園でも導入することになっています。他に最近の保育園の建設ならではの特徴はありますか？はい、屋根に太陽光の発電パネルを設置し、電力を保育園の運営に役立てています。これまで富潟西美濃は流動保育園で設置されていて、稲北保育園が4カ所目になります。今回は10キロワット分の発電パネルを設置しました。続いて建物の中にやってきました。原さん、こちらは本当に木のいい香りがして広々としたスペースですが、配置に工夫した点はありますか？はい、保育士さんが集まる事務室の位置に配慮しました。事務室の窓から園庭やリズム室が直接見えるので、お子さんたちの安全や安心につながるのではないかと思います。また通園の様子が見えたり、アクシデントなどの早期発見にもつながると期待しています。新稲北保育園にはこれまでの建設や運営のノウハウを詰め込みました。地域の皆さんに親しんで使っていただけたら嬉しいです。トピックいなし、ここからは1週間の話題をお伝えします。伊那市の大学ラグビー招待試合が7日伊那市陸上競技場で行われ、明治大学と同志社大学が熱のこもったプレーでファンを沸かせました。紫と白の明治大学ラグビー部は創部92年、紺とグレーの同志社大学ラグビー部は創部104年と伝統校の対戦となりました。明治大学ラグビー部は重戦車と呼ばれる強力フォワードを軸に、前へ前へと突進するラグビースタイルが特徴です。同志社大学ラグビー部は場面展開に応じたボール回しのラグビースタイルが特徴です。スタンドにはおよそ1600人のファンが詰めかけ、東西の人気校の試合を楽しんでいました。試合は前半、明治がスクラムから抜け出しトライを決め先制し、3連続トライなどでリードします。その後は風上に立つ同志社もトライを決め、前半26対14と明治がリードして折り返します。後半は同志社が連続トライで26対28と逆転しますが、ラスト同志社の反則で認定トライを許し、33対28で明治が勝利しました。観戦者は同志社を応援していたので最後は残念だったが楽しかったと話していました。まあ、自分は、はい、キッカーなんで、はい、キックの重要さというのが、はい、よく分かって勉強になります。迫力がものすごくて、いろいろプレーで見習いというところもあって、はい、本当すごかったです。世界で最も小さい種類のトンボ、八丁トンボが生息する富潟新山のトンボの楽園で7日、園内の整備作業が行われました。新山山野草等保護育成会や市の職員50人が草刈りや古道の補修などをしました。作業は春と秋の年2回行っています。古道は環境を考え、防腐剤などの薬剤は使用していないため腐りやすく傷んでいるところもあります。そこに真新しいカラマツを敷いてネジ止めをしていました。園内は先月10日頃から羽化が始まり、成熟すると赤くなるオスの八丁トンボがすでに見られます。
今年は暑く、いつもの年より1週間ほど早いということです。トンボは8月初旬まで見られますが、最盛期は6月から7月にかけてで、7月12日には観察会も計画されています。以上、トピックいなしでした。続いてお知らせです。税務課から試験民税と国民健康保険税の納税通知書発送についてのお知らせです。先日11日に平成27年度試験民税と国民健康保険税の納税通知書をお送りしました。試験民税の発送の対象者は平成27年度の試験民税が課税となっている方で、現金か口座振替で納付されている方、または年金からの引き落としをされている方です。また国民健康保険税は納税義務者が世帯主となっているため、世帯の中に国民健康保険加入者がいる場合に世帯主宛に送られます。世帯主の方が他の健康保険に加入している場合でも世帯主宛にお送りしますのでご注意ください。なお、今年度から国民健康保険に関する制度運営の安定化のため国保税率の改定がありました。詳しくは同封したお知らせをご確認ください。納期は試験民税は4期、国民健康保険税は10期に分かれます。年金から引き落としの場合はいずれも6期に分けての納付になります。納付の方法は納税通知書に記載がありますのでご確認をお願いします。市税の納付は納め忘れがなく便利な口座振替をご利用ください。市税は期限までに納付をしていただきますようお願いいたします。ご不明な点は税務課までお問い合わせください。観光課から稲祭り公式 T シャツの予約注文についてお知らせをします。今年の稲祭りは8月1日2日に行われます。現在公式 T シャツの予約注文を受け付けています。今回の稲祭りのテーマ、きらめきにふさわしい華やかなデザインです。サイズはジュニアから 3L までで1枚1500円です。購入を希望される方は6月23日火曜日まで予約を受け付けていますので、ぜひお求めください。受注生産ですのでご注文はお早めにお願いします。お揃いの T シャツで一緒に稲祭りを盛り上げましょう。多くの皆様のご予約をお待ちしております。生活環境課から衣類回収についてお知らせします。対象となるものは再生利用可能な汚れや破れのない衣類などで、無料で回収します。回収日は6月28日日曜日で、受付時間はご覧の通りです。回収品目など詳しくは司法6月号回覧チラシやホームページをご覧いただくか、生活環境課までお問い合わせください。ご家庭で不良になった衣類を資源として再利用しませんか？ゴミを減らすためにもぜひご協力をお願いします。伊那市には65歳以上の方が通う脳生き生き教室が市内に110箇所以上あり、毎月1200人ほどの方が通って健康づくりを行っています。来週は白鳥市長の焚き火通信、脳生き生き教室の会場から高齢者福祉についてお伝えします。それではまた来週。